皆さんこんにちは。こんばんは。ココロリンクゲームズベイくんです。カメです。聖剣伝説3実況続きいきます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、なんとね、はい、私一人になってしまったんですよ。リース、友達いないんじゃない？これから一人旅になってしまいますが、はい、おかめさん、はい、大丈夫でしょうか？大丈夫ですね。で、前回、うん、ニトロの火薬ゲットしたんで、はい、それをボンボヤジに持っていくところからスタートでございます。よろしくお願いします。お願いします。いたん？え、いたん？いるよ。そりゃ君の心の中にいるよ。光の屈折使ってた、もしかして？そうそう、光の屈折を。ゲーゲーゲーって何ですか？ゲーダーツ。さあ、ボンボヤジさんに、はいはい、私に行きましょうか。あ、使った今。足は速いんだよ。足はね。さあ、ボン。ボン。君たちは誰だって言われてんけど。忘れちゃったんですか？しっかりしてくださいよ。ほら、ニトロの火薬です。俺やったっけ？そうですね。おお、そうじゃった。いや、忘れたことだ。なかったで、その火薬が何でしたっけ？敬語で喋られてんけど。やばい。暴力的。ましたまえ、おう、そうじゃった。あれじゃない、わしの大砲二号くんのえらい簡略化されたな。ほんとだね。ウィー、先にウラニアに行っててくれ。わしもすぐに行く。押してったし。怖えな、リースちゃん。脅したからね。なあ。刃物で。さあ、できたよ、いつも通り。はい。はいはい、話しましょう。さあ、ついに完成したわしのウルゾラ、ゴージャスターボキャノン2号の打ち止めじゃ。カズヨを召喚し、フォルセノに飛ばしてるぞ。準備はいいかね？行きましょう。行こう行こう。これでいけるなら。あっさりいける。どうせまだなんか足りひんって言われるんじゃないの？わかんない。パターン的に動いてないで。あ、いけた？つうか、人を大砲で撃つっていうのはよくないね。確かに。君たち着地のこと考えてる？昔のバラエティーじゃあるまいしな。ほんとだよ。いや、着地着地、考えて考えて。着地着地。これ完全に死だよ。死ぬね。うん、死だね。はい、死。思い出してきました、私。思い出してきた。思い出してきたぞ、展開。生きてんな。ふぅ、とんだ目に遭いましたね、ここは。どこでしょう？モールベアの高原。オッケー。というわけで、ちゃんとしたとこに来れんかったって感じやんね。そうだね。あ、オッケーオッケーオッケー。よし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 。目的のところに落とせよ、バカって感じですよね。行きましょうか。はいはいはい。行って。オッケーオッケー。めっちゃモールベアの高原や、ほんまに。そいつらが完全に生態系を制覇しておる。自然のモールベアでございます。自然のモールベア殺されてかわいそうやね。よく考えてみたら。別々危惧種と言われておりますが。そうやった。そんなことはありませんので。失礼します。あ、夏立っていくやつちゃう、これね。入ろう。行きましょう。ああ。そうやせ、これ結構難易度高かったような気がする。そうだっけ。あれを立っていけばいいだけでしょ。いや、なんか複雑。おっと、デュラソ、デュラソがいる。あ、しかも勝手に話進みやがって。お前ごめんな、船で先行っちゃってな。あ、よう混ざったな。ジャドで置いてけぼりになってとんだ目にあったよ。あの後俺と同じように船に乗り損ねたやつがいたんで、そいつと人暴れしてきたぜ。そうなん？そうなの？あ、あなたや。あ、私押すの。バルボタンは。獣人たちは結局、ウェンデルの死体が命がけで張った結界と俺たちが暴れたんで、ウェンデル信仰を諦めちまったようだ。平変ざま見ろってんだ。まだ何人か獣人かは残、獣人は残っているみたいだが、いずれビーストキングダムに戻っていくだろう。その後、俺は獣人たちが移動に使うと言って、でっけえ鳥を獣人から奪い、そいつに捕まって空を飛んできたんだ。うん、俺は気合って旅を続けていたが、北の魔法王国アルテナがフォルセナに攻め込むって噂を聞いたので、国王陛下をお守りするために一度国に戻る途中だ。俺は急ぐので先に行くが、もしもの時はお前たちも手伝ってくれ。フォルセナには精鋭の兵士たちがいるが、敵は魔法を使うから侮れない。うん、じゃあな、頼んだぜ。熱いなこいつ。こいつほんま主人公気質やね。そうだね。俺らの会話ゼロ。お、行ってくるわ。君が行ったか。さあ、ここは一体どこでしょうか。さっき一瞬見えたけどね。ここだよ。右上に行けばいいという。オッケー。そんな感じでございますが、あの穴システムがね、結構俺ね、複雑やった記憶あるんすよ。いやいやいや、でもそんなことないよ。これは子供でもできる。子供やったからね。そうですよ。俺たち言うても。当初ガキンチョだったね。え、ホテナ。あ、やっぱちゃんとなんかあるぞこれ。当初ガキンチョだったわけで。当初ガキンチョだったわけで。さあ行け。お、結構君行くね、どんどん。やる、やるならやる、やんないならやんない。やるやる。やるね。下行けそうやったんすけど。え、ループ来た。ループってこと は普通に左下に行けっていうことやな。行けるか、左下。ここちゃうの。俺俺けたけたけた。俺見たことか。おっと、モールディア高原がアサシンバグに。マジで。アサシン、え、ちょ、お前誰、お前誰。どいつどいつどいつ。ほらほらほら、この女の子誰。妖精的な。あ、どうぞどうぞ。ハニーちゃん。アイテムいただきました。いや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 、
これ左ですね。あ、おっと、どっちが先だ。下だ。あ、下だ。よしよしよし。右に行くんだろ。確かに。合ってると思うよ。合ってると思う、確かに。あ、ほんでね、俺ら武器実は買ってなかったんですよね、前回。あ、そう、ドワーフの森行った時に、森ドワーフの村村村行った時に、やたらボス戦、え何とこれ、お前なんだ、まずこれ。え、あ、ごめん、ピアランって言ってた、ごめん。あ、君がじゃない。君がボタン間違えただけね。すげえ、こいつ。え、これ何これ何、目玉になんか青リンゴ。覚えてない。これないと思う。デリリリデリリリって感じやな。マジで入りましょう。入る入る。あ、そうで、武器買ってなかったから苦戦したんよね、実は。じゃあ、いうことにした。そんなことにした。穴多ない。ちょっとね。穴多いな。これ、右上行くやつやった、まず。わかるわかる、その気持ち。わかるよね、うん。あれ絶対入っちゃって、そこの4つの中で。これ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 。ギャルビー。ギャルビーやばい、そんな名前だったっけ。せめてクイーンビーとか。そうだよね。そういう。ギャルなんだ。レディービーとかさ。うん、ギャル。いきます。ギャルボーイ、マジでっつって、マジで、私こんなのと戦うのみたいな。穴、おいくか、これは行くしかないやろ。引っかかってんだ、先からずっと引っかかってるし。さあ行きましょう。これ行ったんちゃう、これ行ってもらったんちゃう。気持ち引っかかってないよ。気持ちちゃんと歩いてる。これ行ったんちゃう。結構行けるよ。行けそうやね、行けそうやね。これ多分勘だね。ギャルビー来い、ギャルビー来い。この勘は冴えてるかもしれない。多分冴えてる。やっぱこう、肌にこうあるんだろうね。なんか記憶に、記憶、うん、記憶にあるってわけね。オッケー、倒してサルエル、テクラップは来ない。まだいる、まだいる。まだおたらもない。あら、ほんまや、いる。ギャルビー、モールベア高原かい。そうだよ。そうだよ。紹介あったでしょうか。そうですけど、うん、ギャルビーと戦いたかったなと思って俺。ギャルビーの森じゃないから。ギャルばっかいると思ったら。そう渋谷かじゃん。マジで渋谷だな。絶滅危惧種だから。ギャルは。最近ね。そうです。確かにそれはない。ないでしょう。泣きにしもあらずかもしれない。見たことないよ、もう。言われてみたら10年ぐらい前の話か。ちょうど流行ってたんちゃう。だから今度、そうだよ、流行ってたよ、多分。いけ、適当に押してみます。適当はだからそうなんねん。大丈夫。え、何今の、なんかコイン、すごいアイテム取ったね。これさ、でも経験値使おう。何これ、土系ダメージいきます。あ、使っちゃうの。いけ、あ、なるほど、この魔法で、でででででで、で、あ、こんなやつミス41、どれかわからんかった。赤はうちらじゃなかったかな、これ。赤俺ら、うん、じゃあ、ええ感じちゃうか。じゃあ、赤はうちらの、あ、俺ら食らった。41食らったってこと。あー、君、また上行ってんで。はいはいはい、おい、冷たい、冷たい、そうそうそう、ちょ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 、上に行きたがるね、はいはい、どうしてもね、上に行きたがる。死ぬ、死んどけ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 。あ、いいよ、いいよ。あ、うん、あ、マップか。あ、すっごめんごめん。あ、上行きたかった、上行く。マップ知らんまり。よかった、危ねえ危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえって言ってる。助けた感出てる、君が。君が助けた感出てる。危ねえ危ねえ。何それ、何それ。君の体力、君で管理しや。ライブ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 。君で管理しや。36やからね、言うても。おー、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。回復してからの。じゃあ私開けまーす。はい。頼むよ。もう覚えた。スイッ！ここやね。適当でしょ？ちゃうよ。ほら。見えてるんすよ。90度の角度。90度の角度を待つ。ただそれだけ。あれ、これ戻ってきてない？行き止まり、行き止まり。下あるよ、下あるよ。下ある？うん。ガルビー。ほら。行ったことないよ、ここ下。あんたが下行ったからやろ、俺。ないって。下に行ったことない、知らんから、そんな。オッケーオッケー、アイテムアイテム。ウィープレスをルーレットなし。どんどん行けるで。そっち。え？大地の叫び。帰ってきちゃった？え？あれ？どここれ？大地の叫びに合ってんじゃない？ああ、これ逆側か。ああ、なるほど。あ、じゃあ戻ってきちゃったのか。オッケーオッケーオッケー。あ、さっきんとこやっぱ上だったの。上や上や。オッケーオッケー、分かった分かった。はい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 。道は合っている。これで上行って。で、おー、いきなりついたやん。いったいった、これは。トトトトトトントン、しっかり。うーん、魔法王国アルデラの兵士たちが攻めてきた。英雄王様が危ない。ファッファって言ってた今。言ってた。と、ほんで、おファイヤーボール。魔法はさすがにせこいよね。いくら甲冑着てても中に中が灼熱になってしまったらね。リースたちがようやくたどり着いた草原のクリフォル戦は魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。痛い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 
りたい。アイスアイス。アイスは防げそうな感じするけどね。そう？あー、思い出した。君。君だ。たぐれんの魔導士。君が行こう。よし、お前たちでもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。いい、退避しているわ。はい。なんで？ちょっと震えが出てしまった。相当集中せなあかんってこと？召喚するのに。そうなんですよ。ここでもローランドと同じ悲劇が繰り返させてはしない。さあ行きましょう。何言ってんだよ。あいつショートカットしていきやがったな。ほんまや。俺はそこのマナの女神像で回復するから大丈夫だ。オッケーオッケー。そことどっち？右と左か教えてくれ。教えてくれ。そこ、そこってか、もうマナの女神像全員常備したら勝てるやん、このゲーム。左？右かな？右でしょ。ここでしょ。一人、一人ね、一女神像を配布したら勝てるやん、この。一女神像配布、持ち歩けねえから。マジで。それでええやん。セーブしまーす。いきます、カチャコン。ケイ。からの。あ、来た来た来た。お、魔法使い？イビルゲーと。どっか行く？かわいいな、でも。右。ビみたい。ビみたいよね。ユニコーンヘッド、マジシャン。それはエリックスか。おっと、レベルアップ。びっくりした、びっくりした。力ー力ーあ、ちめちめ、オッケー。ビショップあれ。あれね、ユニコーンヘッド。どうぞ。ユニコーンヘッド。チェスコマっぽいのね。チェスやったら何言ったっけ、ビショップだったっけ。君、それ引くねー。好きかもしれん。君、それ引くねー。もう逃げようかじゃ。尺取られるからね。無駄な戦いはしない。あいつに相当尺取られるからね。そうそうそう。無駄な殺生。マジシャンめっちゃ杖振ってた。マジで？すげえ頑張ってた。ポンポンポンみたいな。じゃあ私が行きましょう。お、君リベンジ。あ、オッケーオッケー。まあさっきのプイプイ王国はちょっと覚えば。さあ、あ、これ戦いに行けへん。いや待って、エビルケース食らう。これうわ、卑怯卑怯だな。アイススマッシュ、痛い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 、めっちゃ痛い痛い痛い、めっちゃ煽ってきた下からだよ。おめえよ、あいつ遅いねん、こっちは足がよ。おいで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 、戦ってあげるから。オッケー、物理攻撃は弱いんだよな。そういうこと、そういうこと。2しか食らんからね。オッケー、倒して。どこで足なんか振ってんだろ。こっちこっち、ユニコーンヘッド。なんか絶対ビショップとは言う。あ、それビショップやったっけ。ルーク、いや、ルークは一番弱いやつ。え、ルーク、まだなんか言ってんぞ。おーおーおー、ルーク一番弱いやつって言うと、なんかルークって名前かわいそうだよ。ポーンか、一番弱い。ポーン、レベルアップ。オッケー、クレリック。クレリックだから誰だ。俺が動かせる。シャルロットか。うん。ちょっと待って、誰か分かってなかった。クレリックって誰だっけ。最近やっぱ力必要ってことがね、さっきのマジシャンで分かったから。そうだね、力あげましょうか。いや、精神ですね。精神と時の精神ですね。さあ行きましょうか。これか。さあマジシャンよ、止めてるな、あいつな。な、行け。余裕で倒して。あ、ごめん、と真ん中行っちゃうタイプ。おおお、あ、ほら真ん中なってた。なってるなってる。行きましょう。さあ、キリがねえぜ。俺はここで後続の敵を立つ。お前たち悪いが先に英雄王様の様子を見ていってくれ。見に行ってくれ。そうかい。倒されたやな。大丈夫、気を失ってる。敵にもなんか気を使うリース。素晴らしい。そうね。左右、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 左右。左右よ、みたいの。左右よって言って、ね。あ、こいつあれじゃん。おーおー、こいつあれやん。なんだっけ、橋を落として。橋で落としたやつ。ユニコーンヘッド。頑張れ、頑張れ。オッケーオッケー。どう？ない。宝箱とかなかったっけ、このゲーム。ないか。ないでしょう。これ敵でしょ、これ。素直に行くか。よう分かったな、あれ敵って。だって敵だよ、どう見たって。俺、大きいもんや、同じか。同じだって、ゴルムだって。いった、めっちゃ疲れた、今。はい、力を上げるに決まってます。早い。力を上げるに決まってます。大体でも次のやつがもう決めてくんだよね。そう。それは大事ですよ。ちょっと待って、これ絶対ボスやろ。え？攻撃的にボスやんな。待てよ。ボスじゃねえよ。ボスじゃないか。これボスか。ボスじゃねえだろ。ほら、てけてけてんてん。くくく、動けまい。いかに英雄といえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできまい。くくく。笑うね。やはりアルセナグレンの魔導士か。なぜワルダ、ワルダは、いや、断りの女王はファルセナを攻める。読めたよ俺は今。うん、断りやろあれ。理じゃないんですね。そう、世界中のマナストーン占領のため、フォルセラが邪魔になる前に潰せとご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと、こだわらないと申されていた。申すって漢字にしてよ。しかもおっしゃっていたよね。おっしゃっていたんですよ、申されるって。おかしい、その丁寧語がな、うん、そうか、あ、敬語や敬語。そうか、はい、残念だ。残念か、聞きたいことはそれだけか。てんてんてん、よかろう、では、いいね。いいね。
強くね。ファッファッファ。今から魔法音のアイテム売ります。待て魔法時間かかる。おーええマジでマジで無理でしょ。さあ3方向から。いや俺無理俺無理。ほらほら消える。おーマジかマジか。邪魔が入ってるよな。英雄王よまた会おう。意外に去ってくれたね。早い。壁抜けの術使えた。なあショートカットほんとせこい。いいね。壁があっても。お大丈夫ですか英雄王。君です。はい、ま、丸は君。デュラン戻っていたのか。おお。オーケルらしい。オーケーオーケーオーケー。話しましょうか。はい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 。はっ！ってなって。英雄王様、私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。うん。フェアリー、そうか、お前たちがかつて竜帝との対戦の時にはフェアリーを見たことがある。実は私もフェアリーに選ばれし者だったのだよ。そんな人があっさり殺されそうやってね、今。本当だよ。残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。はい、そうなんです。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると関西弁言われているマナストーンの近くでちょっと字が出ました。わー、字ですね。それら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。ほう、はい、光の精霊ウィルゴウィスプと土の精霊ノームは見つけました。チェイス。いや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 、今のなんや、うん、君らちょっと軽い。すげえ軽いな。ウィスとアヒャヘやばいな。残りは6日、商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。分かりました、必ず見つけてきます。はい、はい、残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよジン。オッケー。ゾウみたいなやつなんだっけな、ジン君って。確かそんな感じ、うん、俺はフォルセナの傭兵だったのだが、グレンの魔導書を追って旅に出ていたのさ。はいはいはい、はい、そうかいそうかい。残りは6日。はい、商業都市バイゼルからパロに渡ると。でローランとの風のストーン、バイゼル行かなきゃってことやね。 OK でジンを見つけろって言ってますので、はい、じゃとりあえずバイゼルに向かおう、うん、バイゼル確かあれやね、黄金街道の下かな。おボン、あれお前ボンいたん。ボン。え違った。ワイはボンジュー、マリアに戻りたいんでしょろ。もうちょっと待ってんか。兄貴にもた兄貴にもろた逮捕。ここからここにこしらえるさかい。関西これからここにこしらえるさかい。でどうしたらいいの。待って適当になんかフラグ立てましょう。オッケー。2階。これややった。これやろ絶対。これ絶対絶対これ絶対これ。行こう。あ、俺疲れてる。おー君が全てを知ってる。まずこのタール調べよっと。オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっと人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ、希望と。なんじゃ、お主しけたつらしよって。どれこの占いバーバーが占って死んでよ。ゴニョゴニョ。ダメじゃ、何も見てこん。こんなこと初めてじゃ、何かひらひらとフェアリーのようなものが見えるだけで。おお、そうじゃ、ちょうどこんな感じのフェアリーが見えてる。へえ、本物じゃ。ごめんなさいね、私が取り付いちゃうとその人の未来は未知数になっちゃうのよ。そう、占いなくてもおばあさんのせいじゃないから。優しい。ああ、わしは熱が出てきたよ。今日はもう見せしまいじゃ、帰っとくれ。はい、こんだけ。だってこれ何、ここの話。おばあちゃんとの戯れだった。何ここ。おばあちゃん占ってじゃあ誰がいる。誰がいい。誰がいる。ステラ。ステラ。あ、ステラ。うんうんうん。あ、お母さんだ。マジで。お姉ちゃん、あ、妹。え、2階にいるディランの妹のウェンディには言わないでくれ。おーおー、そうだそうだ。ここ実家ですか。実家だ。あれお母さんだったかな。でもな、私妹がいたのも。ただお母さんだからが気になる。妹、ここは私のお兄ちゃんの部屋です。
お兄ちゃんは突然家を出て行ったきり。あー早く帰ってこないかな。ひだまりんがあげよう。ふざけんじゃねえよ。なあそろそろ大砲できててもフラグ見るか誰かと話…いや、さっきの…さっきの占いが絶対フラグやと思うんやけどな。ババがババ…ババ腰抜けちゃった。占いババあってこそのフラグ。えだ、ダメまだ。お前何してんの。君なんかしてる。お、お城の中にあるでっかい大砲あったよ。お前かよ。ちょっと待って、こいつに喋ったら OK ってこと。お前誰だよ。あいつ何の何も何もないけど。何にもないじゃん、お前名前も何にもないじゃん。ただの青い髪のデフォルトキャラじゃん。なんだよ、モブじゃん。あれに話しかけなかったせいで。うわ、マジや、すげえ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 。よかった。ワイは、ボンボヤジの弟、ボンジューン。アンさんたちのことは兄貴から聞いてますね。ワイも兄貴にこの大砲を押し付けられたんや、うん、マイヤの兄貴のところへ戻りたい戻しても送り戻したいさかい乗ってくなあれワイも兄貴みたいなヘマせんよってほな行きましょうか。オッケー行きましょう。これで戻れるわけね。君さんそれ向き合ってる。確かに絶対逆だよ。期待きそうやなこれ。うん絶対期待いってるよね。期待いってる。ほらお前おかしい絶対今城の方向けて撃ったの。これあっこ言ってくれよな。バイゼル送ってくれ。ほんとバイゼル言ってくれよ。なんでこっち戻ってくるんだよ。バイゼル送ってくれへんのこの人ら。えこっから船出てる。じゃあバイゼル行かなあかんのやろこれ。大丈夫か君ら。バイゼルに船乗っていこうよ。おおなんか来たなんか来た。あ普通に今ぶかわっただけか。うん、おいお前どう責任取ってくれんねん。ほんとだよ。世界中を大砲で旅行できるなるよそよ。金取るだろお前。じゃあこれ普通に歩いていきましょうか。オッケーバイゼル到着。お曲が平和な曲になってる。いないじゃん曲平和になってて。よし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 。じゃあここでまた整えて。そうだね。でパロに向かったらええって感じかな。かな。オッケーじゃあとりあえずここで終わろうか。終わろうか今回は。うん、とりあえず皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけたらぜひ高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次回もお楽しみに。心リンクゲームズペイくんでした。おかめでした。バイバーイバイバーイ押さない押さない